ラスクルーセス市全景ラスクルーセスはアメリカ合衆国ニューメキシコ州南部に位置する都市、同州ドニャーナ軍の軍庁所在地である。人口は74,267人。2005年の推計では82,671人に増加している。同市はアルバカーキに次ぐ州第二の都市である。ラスクルーセス市はシティマネジャーを持ちながらも市長制を取っている。ラスクルーセスは 砂漠地帯にあるが、市の西を流れるリオグランデ川の水を利用した、ニューメキシコ州南部における、考え農業の中心地である。また、ラスクルーセスは、ニューメキシコ州唯一のランドグラント大学である。ニューメキシコ州立大学が、本部キャンパスを置く、大学長でもある。ニューメキシコ州立大学は、ラスクルーセスの他州内の4カ所に分校を置いており、総学生数は2万3000人に達する。 市の東には、オルガン山地の山が連なっている。ラスクルーセスは、年中行事の一つであるホールエンチラダ・フィエスタでも知られている。これは、地元のレストランのシェフが、直径10メートルに達する巨大なフラットエンチラダを作って振る舞うものである。2004年のフィエスタの時に作られたエンチラダは、世界で最も大きいフラットエンチラダとして、ギネスブックに登録された。通常、 ホール・エンチラダ・フィエスタの数日後には、南ニューメキシコステートフェアが取り行われる。スペイン語で、十字架を意味する使命の由来については、諸説あるが、最も有力なのは、1830年に、メキシコ軍将軍、僧侶、4から5人の少年像を含む9人組の旅行者が、アパッチ族に襲われた事件に由来しているという説で、ある。この時、ただ一人生き残った。 少年像はこの地に十字架を建てた墓を作り、仲間を埋葬した。この故事によって、次第にこの地は、エルプエブローデルジャードンでラスクルーセスとして知られて、行くようになり、後に単に、ラスクルーセスと呼ばれるようになったというものである。ラスクルーセスの西に隣接するメシーラの村は、ドニャーナからの入植者によって1848年に創設された、アメリカメキシコ国境のすぐ北にあった。 ドニャーナの村は、グアダルーペイダルゴ条約が結ばれてからも、メキシコ領への残留を希望していた。1853年、この一帯は、アメリカ合衆国領に編入された。ラスクルーセスが正式な町となったのは、それから50年以上後の1907年のことであった。1916年にホットスプリングスの近くに、重力式のダムが完成すると、溜めた水や、 水力発電で生成される電力を利用して、下流にあるラスクルーセスでは、灌漑農業や都市開発が進んだ。第二次世界大戦後には、近隣のミサイル基地やアメリカ航空宇宙局の施設の存在が地元経済を潤すようになった。現在においてもラスクルーセスは、高い成長を続けている。1990年から2000年までの10年間において、 ラスクルーセスの人口は63,124人から74,267人へと17.7%増加した。ラスクルーセスの位置ラスクルーセスは北緯32度19分11秒成形106度45分55秒に位置している。市はエルパソから北北西へ約 70km、アルバカーキから南へ約 360km に位置している。 市の標高は1191メートルで、全米で見ればかなりの高所であるが、アルバカーキより約500メートル、州都サンタフェより約940メートル低く、ニューメキシコ州の主要都市の中では標高の低い部類に入る。アメリカ合衆国統計局によると、ラスクルーセス市は総面積135.2キロ平方メートルである。 このうち 134.9km が水域である。総面積の0.25%が水域となっている。ラスクリューセスの気候は冬にわずかな降雪があるものの一年を通じて乾燥しており、温暖な冬と暑い夏に特徴づけられる。冬でも氷点下に下がることは少なく、夏の日中は摂氏35度を超える。年間降水量は 200mm 程度である。 欠片の気候区分では、砂漠気候に属し、ステップ気候に属するサンタフェなど、ラスクルーセスよりも標高が高く、平均気温が低い州の北部よりもさらに乾燥の度合いが高い。10階建てのワルズファーゴタワー。高層ビルの少ないラスクルーセスでは、このくらいの高さのビルでも、タワーと呼ばれうる。ラスクルーセスの中心部には明確なビジネス街が存在しない。 これは1970年代の再開発により、元のダウンタウンの大部分を取り壊したためである。メインストリート周辺の歴史的なダウンタウンは、歩行者専用の野外ショッピングエリア、ダウンタウンモール造成のため、1973年に6ブロックにわたって車両通行止めとなった。ダウンタウンモールでは毎週水曜日と土曜日に、地元の農家、芸術家、工芸家による朝市が開かれる。 また、ダウンタウンモールには、商業施設、教会、ギャラリー、劇場が集中している。メインストリートに車道を復活させる計画も持ち上がったが、コストや美観を重視する、地元住民の避難に遭い、一旦は白紙撤回となった。しかし、ダウンタウンモールの南北の門はその時に取り壊された。さらに2005年8月には、メインストリートに対面通行の車道を復活させる、 ことを盛り込んだマスタープランが採択されたニューメキシコ州立大学のスタジアムニューメキシコ州立大学は市の南に本部キャンパスを構えている。同校はニューメキシコ州唯一のランドグラント大学でありアルバカーキにキャンパスを置くニューメキシコ大学と並んでニューメキシコ州を代表する州立大学である。同校は特に工学と農学の分野に力を入れている。 ラスクルーセスの公教育は、ラスクルーセス公立学区の下にある公立学校によって支えられている。このほか、ラスクルーセスには、私立学校2校、私立幼稚園1園がある。ラスクルーセスの玄関口となる空港は、西テキサスの中心都市エルパソにあるエルパソ国際空港である。ラスクルーセス国際空港は2005年7月25日を最後に定期旅客便がなくなり、 ジェネラルアビエーションと呼ばれる自家用機やチャーター機の離着陸のための空港になっている。ラスクルーセス市の南ニューメキシコ州立大学の近くでは日本の週間高速道路 I-10 と I-25 が合流する。I-25 はこの合流点を起点としてアルバカーキへ通じロッキー山脈の登録を南北に縦断する幹線である。I-10 は サンベルト地帯を横切り、大陸を東西に横断する幹線である。これらの高速道路上には、グレーハウンドのバスが走っており、ラスクルーセスからエルパソ、アルバカーキ、フェニックス、ダラスなどへのバスの便がある。ラスクルーセスの公共交通は、ロードランナートランジットと呼ばれる路線バスで、賄われている。ロードランナートランジットは、ラスクルーセス市内及び周辺に旧系統の路線を、 有している。以下は2000年の国勢調査による人口統計データである、基礎データ人、種別人口構生年齢別人高校生世帯と、家族収入と、かけらスクルーセスは、以下の4都市と、姉妹都市提携を結んでいる。ありがとうございます。